should think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy. まあチームによって、まあ、同じサイドバックでもちょっとやることとかやるべきことはちょっと変わったりもするんですけど、まあ、今年横内監督を迎えてこのチームを作り上げていく中で徐々にですけどやれることは増えてきたなと思いますし、サイドバックで今出てる中でのいろんな経験がいいことも悪いこともできたかなっていうふうには思ってます。まあ相手にとって一番何が自分が脅威になれるかっていうことを考えた時とかには、まあやっぱりもっともっと前に攻撃に絡んでいく必要があるなっていうのは最近はすごい思ってます。サイドバックやってるから上がれないっていうふうには僕はあまり思ってなくて、それはやっぱり自分がチャンスだと思った時にどれだけ出ていけるかとか、やっぱりそういうところかなって。 もちろんサイドハーフやってたらやっぱり一列前にいるので当然ゴールには近くなったりはすると思うんですけども、例えばですけど僕が出ていく回数を増やすからボランチの選手にもうちょっとカバーの意識持ってくれとか、はたまた逆の松原の方に与党出ていく回数が増えるからちょっとここの意識をだけ頼むっていうような、そういう風にカバーしてもらうっていうのもやっぱり一つの戦い方としてはもうちょっと構築していきたいなっていう風に思ってます。 D エリアっていうんですかね、あそこのゾーンをどれだけ自分が長い距離走ってタイミングよく上がって、まあそこで何回仕事ができるかっていうのはやっぱり本当にどの試合でも必要なことだと思ってるので、まあ、その中でやっぱ町田戦のまあ、翔太にアシストしたプレーなんかとかは、まあ、そこまでしっかりみんなと一緒にカードを制圧しながら崩しにかかって、まあ、そこでやっぱり一つ攻撃として完結できたっていうのが、まあ、すごい印象に残ってます。もともとチャンス作り出せるゴール前でも仕事ができるサイドバックになりたいですし、まあ、当然サイドバックっていうディフェンスなので攻撃のところだけっていう意味では絶対あっちゃダメだと思うんで、無失点に抑えられるような強いディフェンスっていうのをディフェンスラインでやっぱり構築できるように、その中の一人として強い右サイドバックでありたいなとは思います。